ただいておりますのは合法演武でございまして、相手が突いたり蹴ったりしてくるのに対して受けから反撃に移る演武です。続いてご覧いただくのが銃砲演武ですね。これは抜いたりあるいは投げたりあるいはの相手の攻撃を制するわけです。続いてご覧いただいておりますのは居取りですね。居取りの組演武、椅子あたりに座っている相手に対して、掴んできたり引っ張ってきたりするのに対して、攻撃反撃を加えます。続きまして立ち取りです。相手が掴みかかったり握ってきたりしますところを、反撃に移るわけです。それから、女子護身術ですね。ただいま女子の進出も目覚ましいものでございまして、女子の護身術としてご覧いただいております。防具着用のランドリでございます。本来なら、うちの場合寸止めと言いまして、相手に叩く前に止めるんですけども、今回は、今少林寺が開発しております防具を着用いたしまして、ランドリを主者後者を決めてのランドリをご覧いただいております。続きまして日本武道専門学校教頭の山崎先生、そして本部指導部長の新井先生によります少林寺最高の模範演武をご覧いただきたいと思います。太鼓をバックにして、大分の剣士の皆様方です。そして対武器で、真剣との演武をご覧いただいております。対武器に対する演武ですね、木刀、小刀、その他武器に対しての演武をご覧いただいております。これは短刀ですね。礼式場を使いますけれども、こういう衣を着ながらやっております。それから尺上殿、まあ普通は手足の格闘術ですけれども、尺上あるいは棒を使って、この四段者によります組演武です。